デュゲートルーアン級軽巡洋艦は、フランス海軍が第一次世界大戦後初めて建造した近代型軽巡洋艦である。本級は、列強海軍軽巡洋艦の中で初めて全種法を砲塔に収めた形式の艦である。本級の竣工まで、フランス海軍には、いわゆる軽巡洋艦と呼ばれる艦種は存在せず、主艦艦に装甲板を貼った防護巡洋艦か、 その無防御な原則に装甲を張り、ある程度の防御力を持たせた装甲巡洋艦しか持ち得なかった。しかし、列強各国で原則に軽装甲を張り、駆逐艦程度の砲撃力ならば耐えうる軽巡洋艦が世界的なブームになってから、フランス海軍は1912年制定の艦隊計画において、 同年から1915年にかけて、排水量4500から6000トンで、速力27ノット29ノットで、軽実隻の高速巡洋艦案を計画したのだが、第一次世界大戦の勃発により建造計画は破棄されてしまった。本級はそれをモチーフに、ドイツやオーストリア・ハンガリーより、戦利品として入手した、軽巡洋艦、ストラスブール、メス、コルマル、 ミュルーズ、ディオンビルラの運用実績や新たな喧艦,艦技術を盛り込み、仮想敵として新航海軍国たるイタリア海軍の軽巡洋艦に定めた。それが1922年艦隊整備計画として建造されたのがデュゲートルーアン級である。本級は、戦体防御は軽防御に止め、それにより浮いた重量高速性能のための 機関重量と高航続能力のための燃料タンクの拡充にあて、高い高用性能を持つ艦として設計された。本級はフランス巡洋艦として新機軸を多く盛り込んだ艦となり、それは世界の標準となった。1942年の本艦の武装、装甲配置を示した図。船体形式は前日の通り戦士楼型で、水面から甲板までの還元は高く、 本級の量並み性能は良好であった。クリーパー型艦首から、看板は軽く傾斜がついた、艦守看板上に、本級より新設計の、1920年型15.5センチメートル速射砲を連装砲塔に収め、1.2番手砲塔を背負い式で2機、即挙儀を乗せた環境を組み込んだ、軽量な三脚型の全部マストが立ち、そこから看板一段部下がった。 中央部に日本煙突が立つ。日本煙突の側面にはの原則甲板には、1922年型 7.5cm 広角砲を単装砲形式で左右に機ずつ、計4機装備する。また、台装として 53.3cm3 連装水上魚雷発射管を片元に機ずつの計4機12門と強雷装を持った。その後方は、 関西艇置き場となっており、関西艇は中央部に洋州クレームにより運用された。後部甲板上に簡素な観客式の後部マストの背後に後ろ向きに3.4番手砲塔を背負い式で2機配置し、末端に水蒸気射出用型パルトが乗る。原則には上下2列に丸い原像が並ぶが、これは国所の植民地で乗員が熱射病にやられないように、 通風を考えてのことである。手法は新設計の1920年型1 5 5トル速射砲を採用したが、これは本来の光景ではない。本級は1922年4月に建造が認められた当時は、戦前の走行巡洋艦の手法と同光景の1 9 4トル砲を搭載するはずであったが、この頃に定められたワシントン。 海軍軍縮条約により、巡洋艦の最大主砲口径は8インチイコール20.3センチメートル、そのために19.4センチメートル砲では、若干ながら威力不足と判断された。しかし、建造ペースの遅いフランス海軍でさえも、建造までには20.3センチメートル砲の製造が、間に合わないため、急遽の策として、 同条約で定められた6インチ法を採用することとなった。これならば、当時に世界的に注目を集めた陸軍の15.5センチメートル法の製造実績が流用でき、陸軍に比べて予算的に苦しいフランス海軍でも陸軍と砲弾の融通が効くというので、議会への予算も通りやすいだろうと採用された。方針は当時の最新技術である。 実験方針を採用し、製造に、いち早く成功した。砲の旋回、不要動力は、フランス軍艦伝統の電動方式を採用したが、1927年に、射撃砲位板が取り付けられ、砲位板管制による、効果的な射撃が可能になった。なお、8インチ砲の方は1924年に、建造承認された、デュケーヌ級2隻とその後継艦 シュフラン級に搭載されたことを付け加えておく。対空火器として、1922年型7 5トル広角砲が採用された。この砲は長命で続く、シュフラン級と千里巡洋艦にも搭載された。その性能は、重量5 9 3ラムの砲弾を行角40度で1 4 1 0 0ルまで、最大行角90度で、 高度8000メートルまで届かせることができた。これを単装砲芽で4機を搭載し、砲芽の不行能力は、行角90度、深く10度で、旋回角度は、左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は射蔽物に制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分8から15発であった。他には、落ちキス射程。 1 3 2ト、mm、ル機銃が単装砲画で4丁が乗せられた。対空武装がおとなしめに感じられるが、本級が竣工した時代はまだ航空攻撃が確立していないため、設計に盛り込まれないだけである。なお、1940年に自由フランス軍に編入された3番艦、デュゲート・ルーアンは編入後に、 対空火力が増備され、母ミリ 40mm 機関砲単装砲がで6機と、エリコン 20mm 機銃単装砲がで20兆と、連合軍製対空レーダーにより射撃管制され、飛躍的な対空火力を持つことになった。1923年に撮影された、デュゲートルアン。本級は水蒸気運用能力を持っていた。艦隊は、艦首構造に高速航行に適した。 クリッパーバウを採用しており、艦首から環境部までが一段高い船手ロー型を採用しているが、これは波の荒い北、大西洋やインド洋での長距離作戦航海を考慮したためであり、両波性能と高行性能では7000トン級の、船体で1万トン級の艦と同等の性能を持っていた。しかし、高い還元は高天時の航海で横風をはらむ危険性を持っており、 風の影響を受けやすかった。艦質、機関分離配置は、第一次大戦前の走行巡洋艦と同様である。主艦には、挙動型重油潜水艦艦を採用し、主機艦には、パーソンズ式、ギアードタービンを組み合わせた結果、最大出力10万2000馬力、速力33ノットを発揮し、抵抗の少ない船体により機関出力が半分であっても、 速力30ノットを出すことができた。安定性の高いボイラー艦と、オーソドックスな高、低二段式タービンにより、機関の信頼性はこの時代の巡洋艦として高く、高続性能も当時として高速な15ノットで4500回りが、航行できた。本級から、フランス巡洋艦は、水上級運用能力を持つようになり、唯一運用能力を持たないのは、機雷不接巡洋艦。 プルトンくらいである。1927年から、射出型パルトは圧縮空気方式で、後部甲板上に1機が乗せられ、水蒸気2機を運用した。なお、これらの装備は1942年頃から撤去され、対空設備を増備するためのスペースに充てられた。原則走行はなく、甲板防御に2 0ト、mm、ルの走行を張り、玉やく庫や、卓室など主要防御部に、 ボックスシタデルと呼ばれる 20mm 走行版で囲む軽防御方式をとっている。その代わり、フランス軍艦伝統の対応防御方式を強化して、機関区画への重角壁機と細分化された水密区画により、水泉下植来時の浸水被害の極限化を図っていた。ありがとうございます。